恵比寿駅、恵比寿駅は東京都渋谷区恵比寿南一丁目にある東日本旅客鉄道 JR 東日本と東京地下鉄東京メトロの駅である渋谷区内の鉄道駅では最も南にある JR 東日本の各線、工術が地上の高架上に東京メトロの日比谷線が地下にそれぞれ乗り入れ乗り継ぎ可能な接続駅となっている また、JR 東日本の駅には、の、スリーレターコードが付与されている。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、山手線のみである。詳細は、各路線の記事及び、鉄道路線の名称を、参照が、運転系統としては、電車線を走行する、環状線としての山手線電のほか、山手貨物線を走行する、 埼京線と湘南新宿ラインが停車し、旅客案内ではそれぞれ別路線として扱われている。東京メトロ日比谷線は、終着駅である北千住駅のさらに先、東武伊勢崎線、東武スカイツリーラインを経由して日光線、南栗橋駅まで総合直通運転を実施している。また、特定特市内制度における、東京都区内を呼び、東京山手線内に属している。 エビスビールを製造、販売していた日本ビール醸造会社、現在の札幌ビールの工場がかつて、現在はエビスガーデンプレイスがある場所に存在していた。工場に隣接する山手線上に1901年、ビール出荷専用の貨物駅が開設された。ビールの商標にちなみ、駅名もエビス、当初、エビスと表記と命名される。駅開設当時の地名は、 下渋谷であった。後に、工場周辺をエビスと呼ぶようになり、1928年に、駅周辺の地名も、エビス通りと名付けられた。駅前のエビス神社は、戦後に成立したものである、駅周辺の節も参照。商品名のエビスとエビスガーデンプレイスのローマ字、表記は、ビスであるが、地名と駅名の表記は、エビスである。 島式ホーム2面4線を有する高架駅である。ホーム上の大部分は駅ビル、あとレエビスに覆われており、1階に西口、3階に東口、それぞれの改札口が設置されている。なお、現行の駅舎が建設される前は、西口、東口と持ち平部に駅舎があり、東口とホームは山手貨物線をまたぐ橋で連絡していた。 エスカレーターは改札内コンコースとホームを連絡する。ほか、東口には、出入り口と改札外コンコースを連絡するものも、設置されている。エレベーターは、西口改札内コンコースとホームを連絡している。山手線の駅で、埼京線、湘南新宿ラインが停車する駅としては、規模は大きくないが、山手線ホームと埼京線。 湘南新宿ラインホームが並んでいるため、両ホーム間での乗り換えにあまり時間がかから、これらのホームが遠く離れている新宿駅や渋谷駅を避けて、当駅で乗り換えるものも多い。ただし、湘南新宿ラインの特別快速は当駅には停車しないので注意が必要である。2010年6月26日初でにより、山手線ホームにて、JR 東日本の在来線としては、 初となる、ホームドアの運用が開始されている。なお、7号車、10号車部分は、当時一部の E231 系編成で6、ドア車が4ドア車に付加されていなかったため、全編成が4ドア車に変更された後に設置された。発車案内の上部に、列車の現在位置を表示する大型の液晶ディスプレイが2006年10月から2007年2月まで、 試験的に設置されていた。その液晶ディスプレイは、改札口付近に常時の運転情報を表示するものとして移設された。最強線の列車が当駅を終着駅としていた時期は、オットースミ導入の時期でもある、最強線各駅において、当駅業の電車を渋谷方面、恵比寿駅という言い回しで案内していた。また、3番線を乗車専用、4番線を 校舎専用、ホリデー快速を除くとしていたが、湘南新宿ラインの運転開始に伴って、目黒方にホームが延伸され、乗車、校舎専用の扱いはなくなった。札幌ビール、エビス工場が付近にあった時は、貨物扱い施設も設置されていた。工場の廃止後、最強線延長前の1987年から1993年頃まで、この施設を利用して、 高楽シーズンに九州や北海道方面へカートレインが発着していた後に浜松町駅発着に変更。札幌ビール、恵比寿工場の跡地は再開発され恵比寿ガーデンプレイスとなった。1995年11月から導入されている JR 東日本の傾斜式、タッチパネル式自動券売機も東駅東口が最初の導入場所だった。 導入当初はディスプレイが小さい四角形で、かつ目の不自由な利用者のためのテンキーが設置されて、いなかったが、後の紹介料で設置された。また、同じタイプのボタン式自動券売機も設置されていた。2010年時点では、ディスプレイが大きい四角形のものに交換されている。出店、JR 東日本、駅構内図、エビスガーデンプレイスの所在地はかつて、 札幌ビールのエビス工場だったことから、全ホームでエビスビールの CM 曲となっている映画第三の男のテーマ曲が発射メロディとして採用れている。このメロディは2005年6月6日から使用されているが、それ以前にも2004年10月21日から同年12月25日にかけてアレンジの違うメロディが流れていた。一時期は五感工房製の発射メロディを使用していた。 相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。ホームがかなり湾曲しているため、常時駅員が出発合図を出している。改札は中目黒駅よりと広尾駅よりの2カ所で、中目黒駅よりはホーム及び地上ともは階段のみでの連絡。広尾駅よりはエスカレーターとエレベーターが改札付近に設置され、改札内コンコースとホームと連絡している。 また、改札外コンコースと地上を結ぶ一番出口には、階段とエレベーターが併設されている。東京メトロ日比谷線と JR 各線は直角に近い位置関係で交差しており、この広駅より南側の一番出口が JR 恵比寿駅の最寄り出入り口である。広駅よりは、改札内に事務所が、改札外コンコースには定期券売り場が設けられている。 中目黒よりに、両当たり線が設置されている。開業から1964年7月22日の中目黒延伸までは1番線を降車ホーム、2番線を乗車ホームとしており、その折り返しのために、両当たり線を使用していた。延伸後は非常用とされている。近年の1日平均乗降人員推移は、下表の通り、近年の1日平均乗車人員は、 下表の通り、当駅の開業後、当駅とビール工場の周辺がエビスと呼ばれるようになり、後に正式な地名になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。